隔然とした差があるから埋めるのは大変だという感じですね。1時間半余り、お話をさせていただいて、残念ながら合意を見たというようなポイントは今回はありませんでした。協議では政府案で集団的自衛権行使の要件としている存立危機事態について、維新の党が拡大解釈の余地が大きく、時の政権にフリーハンドを与える可能性があると指摘しました。これに対して与党側は歯止めは十分だと反論しました。今後も協議を続けることを確認しましたが、政府案の修正は難しい状況です。